楽天にしろアマゾンにしろ、それは、小売店潰しに他ならない、わけで。もちろんその、方向性は、コンビニエンスストア、として、昭和からすでに始まってはいるが、結果の、シャッター街の多発ではある。地域の回復を目指すなら、この方向性には否定が。理想と、現実はある。ご当地ゆるキャラ、それは成功しているのだろうか。理念、願いはしかし、ゆるキャラグランプリ。という流れとして微妙に否定されつつある。民主主義の悪癖と言うべきか、どうしても、どれが一番いい？なんだか話題にしてしまう。AKB48 とか、その辺で、センター決定じゃんけん大会、とか、いろいろ不審はしていても、多勢に無勢で入り、空気感が、民主主義の最上位が、一夫一夫絶対主義、ではある。その時、必ず最後に二択があり片方は捨てられる。